皆さんこんにちは、フクロウです。今回はロマサガの戦闘力強化を動画にしていきたいと思います。で、まあ序盤はですね、もう動画に上がってるんですが、中盤以降はですね、4の1の4を回ればいいかなというふうに思っています。なんでここを回るかというと、まずね、敵が少ないっていうことが挙げられます。またですね、このクエストを入る前にですね、 A ランク武器がドロップするという点もね、ポイントになってきます。まあ、なんでポイントになるのかというと、ことはね、もう一つクエストを見てからお話ししようかなと思います。で、まあ、もう一つのクエストというのが、この 4-2-6 ですね。こちらもね、巨人の剣っていうね、A ランクの装備が入手できます。で、まあ、こちらのクエストもですね、まあ、実は敵が少なくて、で、今表示されてるワンちゃんなんですけど、これがね、非常に弱いので、まあ、通常攻撃で倒してしまうと。まあ、ここからはですね、全力応答にしておけば、まあ、なんとかね、クリアできると。で、先ほども言ったように A ランクの武器が手に入るので、ここ結構いいかなというところになっています。なんでこんなに A ランクの武器を集めるかというと、まあ、実はですね、4話のラスボスがね、ザンが弱点なんですけど、このね、2つのクエストを回ると、まあ、体験とね、普通の剣の、まあ、両方の A ランクの装備が、入手できるという形でね、まあ、ザンを強化できるようになっています。さらにですね、まあ、ザンの装備が手に入ることによってですね、まあ、武器の進化もしたくなるので、今後ね、鉱石とか鉱石クエストとか、あと遠征を行うことでね、もっと早くパーティーの戦闘力をね、どんどん上げることができます。で、最終的にサムネのようにね、戦闘力が8000を超えてね、ハードの方にも攻略をしていくことができるというような感じになっています。皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録してくれてもいいよ。別に高評価はしなくてもいいです。それでは、バイバイ。